こんにちは、トリカラチャンネルです。孵化から30日、元気いっぱいのカブトエビちゃんです。相変わらずの暴れん坊です。この元気の良さが頼もしいです。疲れてますやん。この子はもう1匹目ですね。脱皮した後のようでバテバテです。最近はバテてる状態が長くなってきました。体が重たそうですもんね。9年前のカブトエビ飼育セット、エビ伝説の子たちです。孵化から22日目、順調です。産卵数はこれからさらに増えていきます。それに伴い孵化して出てくる幼体も増えるでしょう。2世代目の子が育たないという新たな壁、乗り越えられるかどうか、それは今はわからない。わからないけど試すべき案は確実にある。だからそれを試すのが今やるべきこと。カブトエビ飼育は謎だらけ。カブトエビが大繁殖する水田がいかに素晴らしい環境であるかということを思い知らされます。カブトエビが好むより良い環境をこれからも模索していきます。